はい、お世話になっております。送りバントの西久保です。高山です。いらっしゃいませ。です。じゃあ今日はちょっと話したいことあって、なんかまあ日頃いろいろチャットとかメールで、はい、まあいろんな人とやり取りするじゃないですか。はいはい。で、送りづらいかったり、うん、まあよく来る話だけど返しづらかったりする文章とか話題ってありますよね。で、そこでなんとなく爪痕も残したいっていうことも考えながら、うん、じゃあ今日はそういう代表的なシーンを、はい、あの定型文として残したいなと、うん、一緒に考えませんかっていうのを、うん、遅刻をしそうだと、うん、いう時に、はい、送るチャットなんかあります？まず、まあ、まあ、俺がよく使うのは、よく使うのでいきましょう、うん、あ、よく使うのは申し訳ございません、はい、5分遅刻いたし5分遅刻しそうです申し訳ございませんで挟むんですねよくやってます、はい、要はオセロって言われてる技ですね。で、申し訳ございませんと申し訳ございませんでこれ5分を挟むから申し訳ございませんが3つになるんですよ。なるほどなるほど。だから非常に謝ってる感が出て、うん、あの相手が怒る余白を残さないというかあのもう言っても怒られないというような状況いや これですね。申し訳ございません少し遅れ。あ、そう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 、はい、これこれです、はいはい、ちょっと慌ててる感も出ますよね、うん、で、僕がやったことがあるものをちょっと紹介したいんですけど、はい、まず出だし、はい、西久保の母ですお母さん、お母さん、はい、母ですこれ結構もう母出てきたら一発で黙るから。そうですね、そうですね。で、いつも息子が大変お世話になっております、うん、息子ですが、うん、先ほど血相を変えて家を飛び出しました当てていたのか、うん、大切なスマホを忘れて家を出ました。そのため私が、うん、代わりに連絡した次第でございます。で、幼少の頃よりかけっこをさせたら誰にも負けない息子でした。さすがに息子のかけ力をもってしても、うん、御社への到着が10分ほど遅れるかと思います。大変申し訳ございませんがご容赦くださいませ、うん、西久保の母より。ああ、完璧だよ、はい、うん、で、これは結構長い文章だから、うん、下書きとかに入れとくべきです。うん、そうですね、そうですね、はい、常に使えるように ね、うん、だから、うん、そうだから10分とか丸々にしといて、うん、遅れる時間とか、うんうん、その辺をこう開けとく、うん、なんでこれもあの概要欄に定型文として貼っとくんで、うん、皆さん使ってください、うん、便利ですよね。じゃあ遅刻はもうこれで解決ですね、はい、解決です。で、あと取引先とか上司に、はい、お食事に誘っていただいて向こうが予約した店、はい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 、はい、会食の、会食の後お礼メール、あと次の日になるのかな、はい、お礼メールを送るって、はいはい、これってもう送るせっかく距離を縮めるためにね、会食してもらったのに送らないと逆に距離が離れちゃうから、絶対に送らなきゃいけないんだけど、なんか印象に残したい。普通ですもんね、大体ね。そうそうそう、そう、うん、俺はよくグルナビとか、多分そこ行った店のグルナビのレビュー、うん、口コミのレビューを拝借するんですか、うん、例えば西久保様、うん、お世話になっております、うん、送りバントの高山です。昨日はまず会食ありがとうございました、うん、素晴らしい焼肉屋で大変感動しました。感想文の方を書かせていただきますと、うん、まずキムチに関しましてですが、うん、まずいキムチにありがちな妙な甘さがなく酸味と辛味の塩梅がとてもいいこれで酒がどんどん進む無限キムチでした続きましてはレバー、はい、さっと炙ってるだけで良い鮮度で、王道のごまだれかける塩で、はい、口に広がる濃厚テイストで感動しました、うん、カルビに関しましてはとにかくタレがうまい、これぞ町焼肉の真髄タレ史上主義者の自分としましてはご飯を我慢するのが大変でした。以上になります。またぜひ、今回ご提案させていただいた PR の件ですが、前向きに検討いただければ幸いでございます。ああ、素晴らしい、うん、で書けばこれは絶対いい悪い気しないですもん、ね、しない、すごいオーバーだし、うん、だからレビューは、うん、そう、レビューって結構オーバーじゃないですか、うん、だからあのここいいレビューを拝借して、うん、それをその店ごとにやっていけば間違いもないから。いや、すごくいいですね、うん、これはいいと思います。西川さんは、まあ、そうですね、だから悪い気させたくないので、うん、昨日は、お忙しい中お食事に誘っていただきましてありがとうございましたと、うん、上野さんに連れて行っていただいた、お寿司屋さん、はい、寿司屋さんですが、お店の雰囲気がすごく素敵で、どれもこれもとても美味しかったですと、どうしても妻にも食べさせたく先ほど予約いたしました。妻も大変喜んでおります、うん、まあそれだけ良かったってことですね。妻にも食べさせたいぐらいだと、うん、で、これは当然のことではございますが、うん、
こちらの情報量はおいくらになりますでしょうかと。お金を払う気づまりまである。お振り込みいたします。ご連絡お待ちします。まあ、あれ、それぐらい、要は有料級の情報だということを、そこ連れてもらったのがね。その自分のね、配偶者、パートナーも連れて行きたいって思わせ、そこまで嬉しかったんだ。しかも金まで払いたいんだっていう、この、その喜びを表現してます。爪痕残せますよね。なんでこれも貼っときますので、だから会食の後のお礼メールもこれで OK ですか、ね。まあ、どっちか使ってください。レビューの方でもいいし、どっちも使えねえかもしれないあと一つちょっと悩みっていうか、はいはい、答えが出てないものがあるんですけど、まあ、大型連休ってあるじゃないですか。で、大型連休、まあ、ゴールデンウィークとか1週間とか、うん、で、大型連休の手前ってお客さんにこう一応こういうスケジュールとかこういう、いや、お休みいただけますって、メールがあまりにも定型文になっちゃう。弊祖は格別の引き立てを受けたまわり、厚く御礼申し上げますと、誠に勝手ながら下記の期間を協業させていきます、まあ、例えばゴールデンウィークだったらゴールデンウィーク、休暇期間、例えば5月1日から5月7日、みたいなのが普通。俺はこれは結構簡単だなと思ってて、はいはい、大型連休の自分の予定を書けばいいと思うんですよ。例えば、はい、さっきの、じゃあ誠に勝手ながら以下の期間を、休業させていただきますと、ゴールデンウィーク、5月1日から5月7日までと、その後にですね、ゴールデンウィークの予定って書くんですね。はいはいはい。で、予定をどんどん書いていくんですよ。例えば5月1日大学の友人とボーリングに行きますかっこ幡ヶ谷ボール、その後タイ料理屋で打ち上げ、5月2日から5月5日妻と箱根山水荘に宿泊、現状箱根彫刻の森美術館しか、観光は決まっておりませんが、確定しましたら再度ご連絡いたします。なんか連絡までするんですね決まったら5月6日未定、確定しましたらご連絡いたしますと5月7日、最終日ですね、はい、スーパー銭湯でゴールデンウィークの疲れを癒し、夜はしゃぶしゃぶ食べ放題かっこしゃぶ用で明日への影響を養いますと。なるほど。で、休暇期間中にお問い合わせいただきました件に関しましては5月8日より順次対応させていただきますと。なるほどですね、ご迷惑おかけしますがみたいなのが、実は何、確かにこれ明瞭だし嘘がないし、嘘がない丁寧、またって決まった決まり次第送る、決まり次第送る。で、であ最後の日の明日へのこう活力ってことで、気づもりも、気づもりもあってね、あの戻ってくるんだ、戻ってくると、頑張ってもらってくるよとしかも影響を養って、これいいな、それで、お客さんも、もし次会った時とかに、あの箱根どうでしたとか、確かにっていう話題にもなりますし、確かに、ちょっとお土産買っていかなきゃいけないかもしれないですけど、ね、まあまあそうですね、まあ合いそうな人には買っといた方がいいかもしれないですね、なるほど、はい、これはいいですね、一応定型文として参考文としてあの貼っときますんで、はい、はい、あのご参照してください。これ結構バリエーション増えましたね、はいはい、これでもうほぼ大丈夫なんじゃないかな。ちょっと変えていけばね、そう使えるから、正月休みとかもね、いけるんで、返しにくいテキストだったり、はい、っていうのを乗り越えていきましょう、はいはい、じゃあチャンネル登録、コメント、高評価ぜひお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。